この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間です。今回の動画では、こちらでネックレスを作りたいと思います。こちらパーツクラブさんで買ったピン、もうちょうどラスト1個しかないからちょうどいいタイミングかな。ちょっと武器を、よし。そしてこれがネックレスのチェーン、こちらストーマーケットさんで購入してます。購入しました。そしてこちらですね、マカライトと翡翠っていう天然石です。こちら翡翠にマカライト、こちらも、ストーンマーケットさんの方で購入しています。こちら結構そんな時間かかんないと思いますよ。まずこれ通します。でもう一つ通します。はい、通りましたね。はい、こんな感じ。そしてこれにチェーンをつなぎます。どうすっかな、これ位置的に、まあ、ここからでいいかな。よし、ここから、これ真ん中はしまして、真ん中はまあ、この辺か、この辺照準合わせてと。よし、ここだ。よし、まあこのようにします。使わないとこはですね、はい、こちら一部ニッパーで切ります。そして、はい、よし、一応これ通ったな。はい、こんな感じ。いい、出来上がりました。はい、そんな。5分以内に終わったな、こりゃ。はい、こんな感じで。はい、完成しました。はい、翡翠と、マカライトのネックレス完成しました。まあ、こういう感じですね。アクセサリー系の作成の動画もアップしたい。今後もアップしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただいたら嬉しいです。それでは。